法術天文十二年、ポルトガル人が種ヶ島に法術を伝えた。三加状の総伝であるといい、それは心を正しくして思いよこしなし、身をすぐに指摘を正しくす、一眼をすがめして敵になかすであった。種ヶ島時高の神である笹川昭四はこの術を習い、百発百中するに至ったという。法日は、ひなわ銃が休日と比較すれば、 命中率と速射が及ばないことに対し戦国時代の時点で射撃の名手が主に命中と速射に重点を置き編み出した射撃術である。これに江戸時代に入ると日本独特といわれる大筒抱え打ちの号が加わった。江戸時代の最盛期には400もの流派があったという特徴は命中に重点が置かれ射距離によって標的のどの部分を狙うか伝書に 推理で示され、目的に応じた各種の射撃姿勢が描かれ、各居住姿勢による体の各部位の力の配分や息遣い、また、勘や劇走をしむや等を名言として伝えた。また遠距離を狙う場合、単に小声、小門での照準にとどまらず、二つの照準器の間に、ある小型の照準器との兼ね合いで照準したり、小音に、矢ぐらという秘伝のアタッチメント、 焼尺をつけ、行角をつけて打つ等の号があり、また、距離、光景、季節等の変化に対応した火薬剤の配合比率等が秘伝として伝えられた。天保年間に、高島周藩によって、西欧の柿用兵術が紹介され、ことに、武州徳丸玄での公開演伝の後は、江戸幕府や西南夕藩において、高島流放術として導入され急速に普及した。 これはこれまでの法術と異なって、命中制度より、集団運用による、いわゆる、弾幕を張る、等の傭兵が主であり、それまで日本になかった、号令による意志乱れぬ、チームワークで下記を駆使するための、戦術プラス重法術の性格を持ったものであった。折しも、欧米列強の外圧や、幕末の動乱等の時代に至り急速に普及した。さらに、江戸幕府及び、 西南遊半島では、独自にイギリス、フランスの教練書を翻訳し、銃器や戦術の進歩に対応した英国不評連法、仏乱西不評総連書等の教練書を作成して、鉄砲組は不評隊、または銃隊へと改装され、これまでの和流法術家たちも様式法術を学び直す等により、和流法術は消滅していったが、明治以降一部の流派は、 最礼の行事として、残り空砲による八方演舞が行われてきた。福岡市では、昭和の初め頃まで会場に向けて、実弾を放ったと伝えられる。第二次大戦後、他の武道と同様にそれらは禁止されたが、昭和39年校の場で武道として、ひ縄わ演舞が認められ、東京五輪の射撃競技の開始式典で大戦前から、 伝統の米沢市の宝術隊等による演舞が行われた。これによりそれまで神塚にしか知られていなかった鉄砲術やその伝書が広く、人々に周知され、各地に地域おこしの鉄砲隊が誕生した。それらの中には、宝術流派を名乗る者も,も多いが、それらは、半省時代の伝書からの再興によるものである。明治神宮霊祭法の森繁流宝術その他、笛疫流。 藤岡流、沢田流、イオン流、備中松山半花流、天山流など。幕末に西洋軍事科学の普及拡大の端緒を開いた高島周藩が幕名を受けて西洋法術の秘伝を伝授した最初の文人が幕臣の加そ新篤氏と江川拓安であった。この両名による塾を中心に西洋法術が広まった。と佐藩、のりひや料から見た。 幕末期の日本軍事科学を媒介とした洋学の普及拡大過程坂本ほとみ、研究報告書新州大学坂本ほとみ研究室平成16年度新州大学坂本ほとみ、研究室2005.3ありがとうございます。